豊田スタイル。Dollar bill, yo. Dollar 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 bill, y
はい、皆さん、ミュートニック DJ バトル2020を今からスタートいたします。はい、よろしくお願いします。まずね、もう画面に映ってるのでジャッジをご紹介しようと思います。まず私がミュートニック DJ バトルの主催者の DJ ハギです。お願いします。はい、みんな見てるこのチャンネルの管理人とかやってますんで、今後ね、これからここで商品紹介とかガンガンやっていきますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。いきなり宣伝かよ。はい、でまずじゃあメイン審査員ということでシンさんからお願いします。 DJ シンです、よろしくお願いします。シンさんの紹介軽く僕からいいですか。はい、お願いします。はい、スクラッチ DJ 絶対みんな持ってるであろう、バトルブレイクス、神風ブレイクスや一番ブレイクス、サムライブレイクスとかね、純国産のバトブレのたくさん作っている方がシンさんです。ありがとうございます、はい、スクラッチの神がキューバートだったら国内バトブレの神はシンさんだということで。はい、ありがとう。でミュートリックが始まったのも2014なんですけど、シンさんもね、なんか同じぐらいのタイミングで神風 DJ バトル、そうですね、2014年からですね、はい、ですよね。僕こんなんやろうと思うんですけどみたいな連絡してて、うん、覚えてる覚えてる。シンさんもなんか僕もやるんだよみたいな話言ってましたよね。そうそうそう、ですね。で僕は毎年やってるけどね。すみません。はい、神風 DJ バトルがシングルとスクラッチとかやったりとか、ポータブルミーティングとかやったりとかね、そうですね、いろいろやってるんですけど、はい、多分参加者の方のプロフィール欄でも結構ちょいちょい出てくると思いますのでね。であとは今スクールをされてますよね。はい、25年間もやってると。そうですね、はい、もうちょっとやってるとは思うけど、まあ、もうちょっとですね、ざっくり四半世紀ぐらいやってるですね、はい、スクラッチといえばシンさんっていうのがまず上がってくると思いますけれども、なんか過去のインタビュー記事がニュートリックの宣伝のチャンネルにも貼ってると思うんで、よかったらそこから飛んでじっくり一回シンさんとこ行ってインタビューしたと思うんですけど、そうですね、よかったら見てください。はい、よろしくお願いします、はい、で次下の左側になんかマッスルなバック背景で映ってるのが豊田スタイルさんです。どうも豊田スタイルです、よろしくお願いします。豊田スタイルさん、このニュートリック DJ バトルの2014と2015の2連覇したのが豊田スタイルさんです。素晴らしい、はい、さっきねオープニングで5年前の動画ですね、前回の動画で豊田スタイルさんの動画流してましたけれども、まあ見たら分かる通りもうすごい DJ です。ありがとうございます。今回はジャッジで出てもらうということになってます。でその後なんかスクラッチのタイトル SJC の初代チャンピオンで、そっちも3連勝したということで殿堂入りしたってことですよね、はい、はい。もう勝てないと思いますね、スクラッチで。で今は豊田ジムっていうのをやってるということなんですけど、はい、これはスクラッチのスクールですよね。そうですね、スクラッチまあそうですね、よく聞かれるんですけどね、まあ筋トレも言ってもらえれば教えれます。なんたらそっちの方が教えたいの。はい、そうです。まあ1聞いたら10入ってくるぐらいの感じで教えちゃう。はい、はい、あれかもしれないです。はい、ありがとうございますということで豊田さんの紹介でした。はい、で、上の真ん中のが DJ スーメンさんです。はい、よろしくお願いします。2014年ですかね、ニューヨーク DJ バトルの、はい、その時関東予選で2位だったと。2位でしたね、はい、ね、その後に、まあ、昔島村楽器で働いてたんですけど、その大会をきっかけに戻ってきたと。そうですね、戻ってきなよとスカウトされて、でその後就活をしてたんですけど、その就活がちょっともう面倒くさくなりまして、あ、もう島村楽器戻ろうという感じで、はい、で戻りで戻りました。妥協案や。妥協案。まあそうですね、妥協です。いや、真面目に働いております、はい、ですね。今津田沼パルコ店で DJ の先生もやってますんで、はい、ね、そっちの近くの方いたらぜひぜひお願いします。はい、で右上の DJ の方がシオンさんですね、今日は。はい、こんにちは、シオンです。あれですね、素人代表ということで選出されたんで、今日は頑張りたいと思います。レゲエ DJ なんですよね。まあ一重に言うと、まあ、もうちょっと細かく言うと、はい、ダブ系なんですけど、まあ、あとは、はい、
昔の、まあ、僕島村家18年いるんでスクラッチコンのビデオとか昔のビデオとかずっと見てて、うん、あんまりスクラッチはできない、うまくないですけど、その当時はいろいろチャレンジしてました。以上です。ということでこの5人でジャッジを行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、早速始めたいんですけど、その前に、ね、ニュートリックの紹介をやっていいですか？はい。まず、2014年にスタートしました。はい。で、ニュートリック DJ バトルって名前なんですけど、レスタックスのノートリックの話すると長くなっちゃうんですけど、ノートリックスがちょっと前になくなったんですよね。大会の開催が。で、その時に勝手にこんな似たような名前つけたわけじゃなく、レスタックスの方に、ノートリックやれないんだったら、ちょっと島村楽器使ってなんか一緒にやりましょうよみたいな話をしてて、じゃあニュートリックとかにしましょうか。みたいな軽いノリで話してたら、この年2014年にベースタックスがなくなり、うん、でじゃあもうやっちゃいますねって言ってやったのがこの大会で、うん、僕がその時に話してた内容として、じゃあスクラッチやるなら、ね、見に来た人がスクラッチの大会見て憧れるような大会にしたいからってことで、ルール決めたのがこのニュートリックのルールなんですよ。簡単に言うとスキル重視が多い中、音楽性とか創造性を重視したいということで、考えたのが3つ以上の音を使うというルールです。まあ、90秒の中でスクラッチの音を3つ以上使ってくださいと。あともう1個が、一応スクラッチの大会ってことなんで、ジャグリングやりすぎるとスクラッチじゃないよねっていうので、で作ったのがレコーダー側に触るのが3回までにするっていうね。ここをなんかみんな注目して結構いろいろ考えてきてるルーティンがいっぱいあるみたいなんですけど、あんまり厳格にするつもりはないんで、甘く見てください。甘くね、はい、スタートストップとか回転とかはいくらでも触っておく。あとジャッジの基準ね、3項目です。1個が音楽性で、もう1個が創造性で、3個目がテクニックということで、この3つで審査しようと思います。はい、わかりました。ということでトーナメント表がこちら。はい、こんな感じのトーナメント表になってます、決勝。はい、じゃあもう早速始める感じです。この1回戦の第1試合からスタートします。1回戦がスクヤッチさんとまとめさんですね。はい、スクヤッチさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと違うな。やってるわけじゃないから今。次ですね、まとめさんの1本目いきますね。じゃあ再生します。
はい、ではもう一回スクヤッチさんに戻って2本目いきます。いきます、スクヤッチさん2本目いきます。はい、どん。とめさんの1回戦2本目ですね。じゃあいきますよ。はい。はい、終了ですね。ということで、早速ジャッジをやろうと思うんですけれども、フラッグ用意しました？これ、ありますね。OK。じゃあ、1回戦1試合目、白コーナーがスクヤッチさんで、赤がまとめさん。ということで、どっちが勝ったでしょうか？ジャッジお願いします。はい。白5票ですね。スクヤッチさんの勝利ということで、おめでとうございます。みんなどうでしたか？なんかあります？コメント。僕はいいですか？僕はスクヤッチ君に入れたんですけど、まあ、まだちょっとね、ルーティンも1回戦のルーティンなのか、まあ、まだちょっと様子見なところもあるんですけど、まあ、スクラッチの、スキルはまあ申し分ないなっていう、まあ、前から知ってる彼ですけど。で、まとめさんは僕、多分ルーティン見るの初めてかな。もうすごい、なんか音楽性がすごい高い人なんだって、初めて見ましたね。まあ、いろんな機材、まず持ってるなっていうのを、まあ、ちょっと飛び込んで、そこにもちょっとびっくりしたんですけどね。で、ルーティーン自体、僕すごい好きです。
1本目特にですね、まあ、2本目とまたちょっ と、違うんですけど、なんかもう少し僕はスクラッチをメインにしたなんかソロパートとかもちょっと入れてみて欲しかったなっていうところが、素直な気持ちですかね。多分、まあ、ルーティン一つちょっとまとめるために、まあ、こういう構成になったんだと思うんですけど、もう少しなんかちょっと入れてみてもよかったんじゃないかなっていう、まあ、僕の意見です。おはようございます。ケンさんあります？何か。そうですね、まあでも同じ意見ですよ、豊田君と、うんうん、スクラッチはもう何度も見てるから、あのまだまだこんなもんじゃないっていうのは僕らも知ってますし、多分視聴者さんも分かってるんちゃいますかね。なんでまとめさんに関しては、あの音楽性とかすごい良かったんですけど、もっとスキルなの立つ部分を作ってやれば良かったかなと思いますね。そうですね、もう少し分かりづら、ちょっと分かりづらかったかなって、もう少し分かりやすい部分がちょっと欲しかったかなっていう、あと、はいはい、あとビデオの音量小さいそうですか。いやそこも重要ですよ、いっぱい見るんですからはいはい、ありがとうございます。僕も同じような感じなんですけど、気になったのはスクラッチさんがレコードのレーベルで僕が2014か15で作ったやつをずっと使ってくれてるのがずっと気になってます。嬉しかったんでしょ。嬉しかったんですけどインクジェットで印刷しないといけないのをレーザープリンターで印刷してしまってちょっと、ね、印刷が薄いんですよあれ。というのがずっと気になってまして、今年3人以内ぐらいの方にはまた送るのでよかったらそれ使ってください。はい、サインに入れたのを使っていくのも彼の人柄だと思います。そうです、人柄が良いのでこんなこと言っても大丈夫だろうと2試合に行きましょうか。はい、行きましょう。アキオさんとエルボーさんですね。 DJ アキオですね。 from 大阪泉、なんて読むんですかね、泉、うん、泉ですね。ちわだのレゲエ好き、スクラッチャーレゲエ好きですよ。以前歴8年、告知などはなく、まあ、今回の大会の意気込みが、自分のスクラッチミュージックで心地よくビートに乗ってもらえるよう頑張ります。以上ですね。エルボーさん、プロフィールはクラブ DJ& オーガナイザーだと。 DJ 歴は14年、大会への意気込みは頑張りますということです。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、秋代さんから早速いきましょうか。秋代さんの1本目いきます。1本目次がエルボーさんの1本目ですね。再生します。
5。はい、ヘルボーさんの1本目でしたね。アキオさんの1回戦2本目。じゃあ再生します。終了です。アキオさん2本目でした。エルボーさんの2本目ですね。いきます。2名のプレイ終了いたしました。ありがとうございます。どうもーす。今のが2試合目の秋尾さんとエルボーさんの対戦ですね。いかがだったでしょうか。結構接戦な気がするんですけど、難しいなと思ってジャッジ。そうですね、はい、そうですね。僕は決まりました。決まりました。僕もなんとなく決まりました、はい。白が秋尾さんで、赤がエルボーさんですね、はい。ジャッジ OK ですか。はい。はい、OK です。じゃあ、ジャッジしましょう。ジャッジ、せーの、はい。お、白3票ですね。白の秋尾さんの勝利です。おめでとうございます。割れましたね。ありがとうございます。秋尾さんにあげたのが誰だっけ。あ、数名あげましたね。じゃあ、数名さん、コメントあります、はい。そうですね、正直すごい迷って、ただ秋尾さん最初 BPM 早めで結構安定したはめ方で来て、2本目がまさかの乙女のゆったりとしたレゲエで、お、こんなんではめてくるんだみたいなので結構気持ちいい感じで、あ、なんかルーティンとしてすごい綺麗にまとまってるなっていう感じがして、ただエルボーさんもすごい良かったの、特に2本目がすごい良くて、それでいやーどうしようどうしようって結構迷ったんですけど、まあ、若干その綺麗にその全体的なまとまりを見て心地よかったのは秋尾さんだったなっていうところで選ばせてもらいましたね。はい、ありがとうございます。他ありますか。もう一人目、1名ぐらい。あ、そうですね、僕は秋尾さんに、はい、あげたんですけど、まあ単純にスキルと、まあ、構成を見て判断しました。エルボーさんの1本目にもう少しちょっと小説を意識したところがもう少しあると
いいかなと。スキルは申し分ない感じで、2本目とかもなんかウエッサイな感じで、ルーティーン作られてて、いい感じだったんで、ただその、まあ、さっき言ったようにスキルと構成の部分では、アキオくんの方が僕はかっこいいなと思いました。ありがとうございます。僕ちょっと思ったこと言っていいですか？はい。なんかみんな、シンさんのカットリくんのシールみんな貼ってるなと思って。嬉しいですね。ありがたいですね。ごますいかなと思ったんですけど。T シャツもありますからね。はい、ぜひよろしくお願いします。前、シンさん札幌来た時に、はい、あの札幌パルコ の、うん、あの重機にしれっと貼ってたのを見つけてあります。黙っといてんけどね。次行きますね。3試合目ですね。 DJ ユウさんと DJ インビさんの対戦、はい、対戦ですね。片条さんお願いします。ユウさんですね。DJ ユウ12歳です。ダンス歴6年、そこから DJ に興味を持ち島村楽器の宮島塾に参加しました。そこでスクラッチやジャグリングの楽しさを知り、現在は審査のところで学んでいます。DJ 1年半、大会への意気込みは DJ 歴が浅く未熟な僕ですが、今できることを頑張りました。音楽に乗りながら楽しくスクラッチしたことが伝わればとても嬉しいです。お父さんからコメント来てます。はい。曲選び、ネタ選び、ビデオのアングル、服選びやビデオ撮りも全て息子一人でやりきりました。良い経験になりました。土曜日の YouTube ライブ、家族や友達と拝見します。楽しみにしています、ということです。うん、12歳ってまだ6年生ですかね。そうですね。中 1? 中 1? 塗ってないかな、まだ。どうやったかな。中1になったとこかな。なるほど。あの、うちの生徒さんなんですよ。で、まあ、毎週2、3回来て、頑張って練習しはるんですけど、まあ今回僕ジャッジやっていうこともあって、その僕一切これ口出ししてないんですよ。で、動画も初めて見ますし、ちょっと楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ次、DJ インビ、プロフィール、とっても頑張りました。はい。プロフィールがとっても頑張りました。面白いです。僕の中では。DJ 歴は22年。受賞歴は、神風 DJ バトル2020GM 吉三賞と。告知などはチームメイト募集です。何のチームメイトかわかりませんが、チームメイトを募集しています。今回の体験の意気込みは、寝巻きです。寝巻き寝巻き、不思議な人ですね。妖精のような人。いきます、どうぞ。ゆうさんからじゃあいきましょうか。ゆうさん、じゃあスタートいたします。ありがとうございます。ユムさんの1本目でした。なんかありがとうございますって言っちゃいますけど、今やってるわけじゃないですもんね。インビさんの1本目いきますね。 I love you for you あいしてる。
ゆうさんの2本目ですね。もういいですか、ね、スタートしていきます。終了です。次がインディさんの2本目です。いいですか？いきなり思う。いきますね。やねその終わり方。めっちゃおもろいな。以上。面白すぎるな。ということで、ゆうさんとインデさんの対決でしたけれども、まあ、ジャッジやんないといけないですね、早く。これ、ね、困るわ、これ。困りますね、僕も。これは。片や11歳やからな、これ。ジャッジやりましょうか。はい、決まりました、はい、決まりました。白がユウさんで赤がインベさんですね。はい、はい、じゃあジャッジお願いします。せーの、はい。あー割れた。赤インベさんですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いやーもうちょっとすごいなインビ。これはちょっとなんか強いな。オンラインバトルのなんか強みをすごい最大限に活かしてきましたね。強いな。なんかルーティンとまた別なところでなんか持ってかれてる感じもあるんですけど、ちゃんとジャッジしてます。うん、うん、毎回めっちゃおもろいからね彼。いやまあ、僕もちょっと1年前2年前ぐらいの神風ポータブルミーティングか何かで見たことあるんですけど、うん、そこからだいぶ上手くなってますね。そうだね、うん、びっくりしました。うん、まあ、背も大きくなってますし。そうだね、昔のレナ君を見てるからですね。そうなんよね。うん、もうスキルも
だいぶついて、もうここぞってところで出てきたんでしょうね。うん、今回ちょっと相手が悪かったかもしれないですね。相手が悪かった。相手が悪かったです、ね。うん、モンス、まあ、ある意味モンスター級のプレイヤーがね、インビーはね。ちょっとダークホース的な感じですね、うん、本当に今回のどうしても、まあ、あのルーティーン自体も次をちょっと見たいなって思っちゃう次もなんかやってくれんねやろっていう感じするもんね、やっぱちょっと期待しちゃってた部分もやっぱありますね。スーメさんどうですか。最近のそのスクラッチキッズがもううまい子が多いんですよね。すごい、この DJ ゆうくんもすごい、特に2本目とかもうわースキル高いなってすごい思って、そこでちょっとやられたのと、インビさんは結構昔から関東予選とかでも見かけてたんで、あの前アロマ DJ って名前だったと思うんですけど、今普通のインビなんですかね。まあその昔からすごい面白いことやってるってのは知ってたので、ただ今回それに磨きがかかってて、そうですね、なんか、まあ、ただボディトリックも入れたりとか、結構積極的に、あとはトーンプレーとかですね、スクラッチやりつつトーンプレーも挟んだりっていう、ちょっと面白い飛び道具を見せてきて、何かは自分も、いや次どんなんでくるんだろうっていう期待もちょっとすごいありますね、そこは。はい、ありがとうございます。はい、僕あの5年前を思い出しましたよ。レナが出てて、はい、豊田さんがコテンパンにやっつけたっていうのが思い出しましたあのあのダンスが一番難しかったんですけどやっつけといてよかったな本当ですよ、はい、もう1年後はもう多分勝てなかったですねあれあのダンスめちゃくちゃ難しかった若い目を積んどかなあかんはいですね。その後にレナが世界チャンピオンになったので、うん、ね、ニュートリックで若い子出たら成長するというジンクスがあれば。メッセージが来てますよ、インビから。来ました？はい、顔文字ですけど。顔文字。ゆうくんも来てますね。ゆうくんも来てますね。ありがとうございます。ぜひ次回頑張ってください、本当に。はい。お前はもっと頑張らないな。次行きましょうか。俺はバックスと松崎。バックスさんと松崎さんね、片下さんお願いします。 DJ バックス、DJ 歴は22年くらい、受賞歴は、DMC ジャパン2017に神風 DJ バトル2018-2019 チャンピオン、ミクシムって読むかね、 DJ バトル2019チャンピオン、 IDA ジャパン2019チャンピオン、予選通過したら頑張りますということです。で、はい、もう一人が DJ 松崎、2003年 NHK トップランナーの DJ 健太郎のプレーを見て DJ 始めました。 DJ 歴は16年、受賞歴などは DMC ジャパン2019中四国予選に、今回の大会の意気込みはレコードオンリーで頑張ります。以上です。じゃあ動画に移りますね。バックスさんの1本目から再生しますね。はい、いきます。1本目ですね。スタートします。
バックスさんの2本目いきますよ。次が松崎さんの2本目でしたね。2本目いきまーす。はい。ドゥルルッドドゥー。2本とも終わりましたね、2本目、両方とも。はい、皆さんいかがでしょうか。なかなか難しいジャッジ。難しいですね。難しいジャッジですが、タイプがちょっと違いますからね。うん、ちょっとジャッジいきますか。
ジャッジやりましょうか。白がバックスさんで、赤が松崎さん。じゃあ、ジャッジお願いします。せーの、はい。うん、もうこれも割れましたね。赤、松崎さんの勝ちということで。はい。松崎さん、難しいわ。うわーす。めちゃくちゃもう、これは。難しいです。なんかコメントありますか、皆さん誰か。うん、タイプ、さっきも言ったんですけど、まあタイプが違うのが、まあ一つなので、松崎さんはなんか90年代のバトルを見てるかのような感じでしたね、本当に。で、まあバックスさんはもうなんか最近のなんかトレンドな感じのルーティーンを作ってきてる感じ。またちょっとなんかこうはめ方、スクラッチのはめ方だったりとか、ルーティーンのなんか構成だったりとか、やっぱちょっとタイプが違うっていう。スキルはまあどちらもっていうんですけど、まあ僕的にはまあバックスさんの方がスキル的にはあったのかなっていうところと、まあうまくまとまってたところも含めて、僕はバックスさんをジャッジしました。はい。難しいね、このジャッジは。難しかったです。バックスさんみんな見たいと思うので、僕も見たいんですけど、うん、なんですけど、僕は松崎さんの2本目でバックスさんがやってきそうなことをなんか乗っけてきたのか、バックスさんが最初って分かってるからちょっと変わったことやったのか、なんかそこでちょっと松崎さんかなと思った感じ、僕は。まあそうです、手札がちょっとあったかもしれないですけど、前半でのその手札がちょっと違えたのかもしれないです、ね。バックスのルーティンは綺麗でかっこいいんだけど、松崎さんのやるルーティンは全部それをアナログで持ってくるところが、やっぱちょっと日の打ちがようがないっていうかね、なんか文句のつけようがなくなっちゃうっていうか、そういう感じがしました。ありがとうございます。はい。次行きますか。次が、スクヤッチさんとアキオさんの対戦ですね。はい。もうすんなり行きましょうか。スクヤッチさんの2本、2試合目の1本目です。Come on everybody, let's do the whip! はい、スクヤッチさん1本目ですね。アキオさんの2の1か。いきまーす。
はい、2の2ですね、スクエアさんがね。いきまーす。This is a journey. This too. This is a journey into sound. Yeah. Follow me. いかがでしょう。難しくないですか。どうでしょう。みんなジャッジ大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと結構これ厄介ですね。もう一本見たいぐらいですけど。難しいな。もう皆さん決まってますか。決まりました。決まりました。どっちだろうな。はい、わかりました。好みになると思います、正直。なんとなく。じゃあ、皆さん大丈夫ですか？大丈夫です。はい。はい。じゃあ、ジャッジ行きましょう。白が、スクエアチさんね。で、赤が、アキオさんです。ジャッジ、お願いします。せーの、はい。白。ってことは、スクエアチさんの勝ちですね。はい。うわ、これ、結構これ、えぐくなかったですか？毎回難しいよ。はい、そうですね。誰か皆さんなんかコメントお願いします。これ僕ちょっと正直難しいですね、本当に、うん、なんともうまくちょっと説明できないんですけど。まあ、相当難しかった。萩尾さんなんですけど、まあ好みもあるかもしれないんですけど、僕はもう総合的にやっぱり評価したところで、まあ萩尾さんかなっていうところに、まあちょっと
票を入れたんですけど、スクラッチも2人とも上手いですし、ジャッジしたは2人目っていうところで言えば、まあ、やっぱりそのうまくまとめ上げてきてるルーティーンかなっていうところですかね。まあ、スキル的に言えば、あのスクラッチ君の方が全然うまい感じはやっぱ見えたんですけど、うん、このルーティーン対決で限ると、ちょっと僕は明夫さんかなっていうところですね。片代さんどうでしょう。あの難しいことは僕よくわからないんですけど、あの多分僕ちょっとどこ見てたかっていうと、あの僕が感じるあれなんですけど、なんか出したかった音が出せてて出ちゃった音っていうのがあるのがなんか境目だったのかなと思ってて、なんか引きの音とかで確実に消してったりとかっていうのって僕昔赤壁さんのルーティンとか見て、あのレコード戻す時の音全く鳴ってないなっていうことに札幌で見た時に気づいて、もうすごいなと思ってて、なんかそういうのをちょっと、スクラッチ選手には感じて、本当に一個一個出してんだなっていうのがなんかは分かったのと、あとまあちょっとファンキーな感じもこの好みになっちゃうんですけど、あの揺らしてくれてたかなと思いました。以上です。ありがとうございます。ということで、じゃあ準決勝の2試合目いきましょうか。インビさんと松崎さんですね。じゃあインビさんの2の1再生します。お前をお前をお前を愛してる、殺す。ああ終わった。終わりです。たまらんな。マジか。で次が松崎さんの2の1ですね。ではいきます。でした。インビさんの2本目ですね。ではスタートしますね。はい。
チラカウイチチラカウイチラウイチラチラカウイチラウイチチラカドライブジューンワッツカね、松崎さんのという感じでした。はい、OK です。白がインディさんで、赤が松崎さん。じゃあ、ジャッジお願いします。せーの、はい。赤ですね。赤、松崎さんの勝利です。おはようございます。めちゃくちゃ面白かったんですけど。面白かったですね。見応えあったですね。面白かったです。はい。コメントダウンの色が変わってたのがすっごい気になってます。え、なんだ後ろにあの洗濯バサミがこうパカッとでっかいのが僕も気になりましたね。黄色だったのが赤にピンク見たくなってて何のタイミングであれを使ってあそこにしっかり止めるのかがすごい面白いな。そうなんだ。なんかあのインビーはいじりどころ満載やね、ほんまに。そうですね。うん。毎回面白い。香水感っていうんですかね。はい、もうなんか超一流アーティストの雰囲気ですよ、あれ。本当に。あそこまで入り込めるターンテーブリストはあんまり見たことないですね。そうね、見たことないね。DJ、インビさんのあの DJ バディムの、そっかな、なんか、うん、2本目かなのルーティーンとか、なんか、クレイズのオマージュですよね。そうやな。もう完全にそうやな。なかなか面白かったです。同じレコードやもんね。松崎くんもインビーも。そうですね。でもなんかこう、対照的よね。すごくね。はい、うん、全然違うスタイル。面白かった。松崎くんはすごいきっちりした性格なんやろなって感じますね。インビーはノリでやってしまうような対照的ですね。うん。
すごい面白かった。なんとなくインビさんも松崎さんもだと思うんですけど、夜中なんだろうなと思いました。うんみんな夜な夜な作ってるんですね、はい、なんか期間が結構、はい、予選が終わった後期間がそこまでなかったじゃないですか、はい、言うて、でその間に6本の動画を作らなあかんかったじゃないですか。だから結構ね、まあ、以前からやってはる、長年やってはるような人はルーティンがいくつかあって、そのうちに、その中に足してい、いけばいいっていう感じだったんですけど、例えばうちの、生徒のゆうくんとか、もうめちゃ困ってましたもん。あ、なんとか作らなきゃ、つって。でも僕一切手伝わなかったですけどね、そこは、ね、関しては。よく作り上げましたね、そう思うと。残りのもちょっと見てみて。うん、そう、はい、だからこれスクヤッチと松崎くんの対決になるわけですよね。こちらもちょっとファンキーな感じなんで、そうだね、面白い感じになってきそうですね、これは、うん、ちょっとスタイルウォーズ的な感じになりそう、うん、これスクヤッチさんと松崎さんって見てます、見てるんですかね。この後もし優勝したら一言コメントをお願いしたいんで、見てたらメッセージに書き込んでください、はい、チャットに書き込んでください、お願いします。チャット欄が全然盛り上がらんじゃん、これもっと書き込んでほしいよね、僕はこっちの方がいいとか良かったとか書いてほしいよね、うんうん、そうですね、絶対いろんな意見があるはずやから、うん、じゃあ決勝戦に行く前に、はい、コマーシャルいいですか。この YouTube チャンネルで私と片塩さんと他3名でいろんな紹介してますので、ぜひ見てる方 YouTube チャンネル登録お願いしますってのと、で優勝したらこちらの商品がもらえます。で優勝商品がこちらで、2位がこれですね、で3位がこれなんですよ。で僕さっき思い出して3位決めないといけないと、そうっすよね、いうのを思い出しましたので、決勝戦の前に3位決定戦をやろうと思います。はい、というのをちょっとやりながら、ちょっとなんかやべえ忘れてたと思って思い出しましたので今言いました。なのでキヨさんとインビさんの3位決定戦をこれからやろうと思いますそれはジャッジの2人は今聞いてない可能性はジャッジの2人が聞いてる、聞いてるよ、聞いてる聞いてる、大丈夫す、ね、3位決定戦ね、はい、じゃあ、アキオさんとインビさんの3位決定戦を先に行こうと思います。はい。じゃあ、再生します。インビさんの1本目いきますね。いきまーす。
はい、浮世さんの2本目いきますよ。はい、ちゃんの2本目ですね。これちょっと先に言っていいですか。はい。ビート側3回までってのにすごく挑戦した動画っぽいです。言わないと途中まで分かんないと思ったんで2本目いきます。やな。じゃあ秋代さんとインビさんの対戦、3位決定戦ですね。これ白がインビさんで赤が秋代さんってことでいいですか、ね、そうです。ジャッジ大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。じゃあジャッジいきます。ジャッジせーの、はい、うん、赤ですね。秋代さんが3位です。3位決定戦でございます。はい、インビさん誰かコメントありますか。ちょっと入力中なんで。まあ今回もインビさんは、まあ、やってくれましたね。最後のあの潔い例がちょっと印象に残りますね。はい。DJ サインです。ちょっともうなんかやりたい放題な感じがもう。すごい面白かった。毎回面白いよね。面白いですね。うん、そうですね。あと先ほどの洗濯バサミの件でちょっとチャットで返信が来ているんですけれども、はい、洗濯バサミはマスクを止めていますと、そういうことですね。もうコロナ禍の世の中ですからね。そうですね。はいはい、そういう感じです。あの DJ インビ君はあのこの間の神風 DJ バトルでもその GM 吉祥っていうその特別枠のあの特別審査員長賞みたいなのを取ったんですよ。やっぱなんかこうひときわ目立ってますよね。うん、うん、
印象にはめちゃめちゃ残ります。めちゃめちゃ残るよね。そこがなんかすごいなって思ったね。なんか上手で真面目な人ほどこう寡黙にやっぱやるじゃないですか。それも良さでもあるんやけど、なんかインビ君は特別になんか他の人にないものを感じますね。肝も太い。うんうん、そうですね、うん、これあの現場ではどういう風に見れるんかなと思うけどね。とんでもアーティストとして呼びたい、うん、アーティストとして呼んだ時どんなパフォームするのか一回見てみたいけどね。サブプレイとかはしてるんですかね。どうなんでしょうね。インビ君チャットで書いてください。あったらぜひ聞いてみたい。どんな選曲になるか。インビ君のあのこれからのショースケジュールもしよければ。いや、ほんなんかほんまに アーティスト感があって面白い。そうですね、うん、じゃあ3位が秋代さんってことでおめでとうございます、はい、おめでとうございます。ということで決勝戦いきましょうか。はい、福屋敷さんと松崎さん、じゃあ行きますね。動画再生します、はい。松崎さんの3位ですね。では、いきまーす。There have been mixes and dance tracks put together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast. I did.
3の2ですよね。あの朝になってます。いきます。日本終了しました。決勝戦2本終了しましたけど、いかがでしょうか。素晴らしいです。難しい、難しい。どうですかね。2人とも本気を出してきましたね。はい、2人ともそうですね。福谷っち君は特にですかね。どうでしょうか、難しいんでちょっとまだ決めかねてて、ちょっと待ってくださいね。みんな決まりました。僕は決まりました。僕が今迷ってるんで、はい、誰か CM ないですか。どっちにしようかな、マジで。ないか。特にないかな。難しいな、これは。難しいね。はい。なんとなくですね、これも。じゃあ、ジャッジやりましょうか。すごい難しすぎるんですけど。ニュートリック DJ バトル2020の決勝戦ですね。白が DJ スクヤッチさんで、はい、赤が DJ 松崎さんです。じゃあ、ジャッジお願いします。せーの、はい。おー。一色や。白。これ意外とまとまりましたね。2020、ニュートリップ DJ バトルチャンピオン、スクヤッチさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい。すごい、もう最後すごい難しかったんですけど、決まりましたね。コメントありますか。ですね、まあ僕ちょっといいですか、じゃあどうぞ。はい、ぜひ。今回あのスクヤッチ君と、松崎さんの1本目がまず今までの毛並みとちょっと違う感じできたのに、ちょっとまあびっくりしたかなというか、なんかどっちもスクヤッチ君はちょっと最初前半の方はまあゆっくりなビートとか結構ちょっとファンキーな感じだったんですけど、まあでも BPM からしてみたらちょっとゆったりめな感じのルーティーンが多かったかなっていうと、松崎さんもなんかファンキーなまあビートですかね、まあ結構縦乗りできるようなビートを使ってきたところ、2人ともなんかちょっと違う音を使ってきたのにちょっとね、意外な展開でしたね、僕は。で、1本目、2本目とも、まあ、スクヤッチ君は、そう、ゆったりなこのルーティーンを見せてきてる中、なおかそこに、まあ、結構、高度なスクラッチも入れてきてたんですけど、まあ、完全に、もう、勝つルーティーンを決勝で出してきましたね。自分の持てる技を、もう、全力で出してきたなっていう感じでしたね。構成的なものも、そうですけど、もうまあ圧倒的なスキルがこう前面に出たルーティンだった感じですかね。で、松崎さんの方もちょっと飛び道具的な、まあ、ギミックっていうんですかね、この、ハウリングさせてるんですかね、やはり。ああいったのもなんかちょっと、後半出してきて、
面白い感じにちょっと見えましたね。あれ初めて見ましたね。逆につけたらあんなになるんですね。あれ羽織ってる感じですかね。羽織らしてるんですか。いや、なんですかね。ノイズですかね。ノイズなのかな。多分体の電気信号がそっちへ行ってる感じよね、あれね。ノイズやな、あれはね。スクラッチパワーツ思い出しました。そうね、うん。年代的にもその辺のアーティスト、まあターンテーブリストを、うん、できて、あの影響を受けてきてるのかなっていう、なんかちょっとバックボーン的なものが見えましたね。そうやね。松崎君素晴らしかったね。はい。本当に。なんかレコードで垂れるからすごいやられた。ああ。うん。うん。もうデジタル全盛期のこの時代にね、昔を見てるようやった、本当に。スクラッチはもうすごすぎるな。スクラッチのスキルはもう半端ないね。ちょっとビビりましたね、僕も。びっくりするね、本当に。本当に。妖怪指長屋は、本当に。なんか最近、ちょこちょここういったなんかバトルとか、まあ、SJC とかでも出てます。オンラインではちょっと前に、なんだったかな、IDA かなんかで、なんか忘れましたけど、なんか彼の中でトレンドなのか、なんかフリーズする。そうよね。やつがあるんですよ。ミューっつってね、止めてね。全く微動だにしない。うん、そうそう。めっちゃ長いドラッグギューっと入れてきよるもんな。見てる方からしてみたら、これなんか動画止まってんのかみたいな。うんうん。でも音出てるしなみたいな。うんうん。あ、そこが彼の狙いやろな。うん。うんうん、あの間がいいっすね。間がね、やっぱりね、うん。ちょっと短めにしてきましたね、うん。だいぶ長いの見たことありますけど。そうよね。ずっと止まってるやつとかあったもんな。これいつまでやるんだ。やっぱなんかその単純に詰め込むだけやと聞いてる方も飽きてくるからね。やっぱその辺間の取り方がスクラッチ感素晴らしい。なんか片塩さん、スーメさんあります？なんか。そうですね、スクラッチさんは本当もうスキルめちゃくちゃ高いなと思って見てて、でそのスキルが高いだけじゃなく、はめ方とかも面白くて、その3連の馬の、まあ、ホースのタッタカタッタカタッタカっていう感じのやつのはめ方とかも、それがさらにスキルフルで、あと自分の必殺技的な見せ場をすごいバンバン出してくるっていうところもやられたなっていう。で、あと松崎さんは、まあ、結構見てて、自分も個人的なんですけど、昔の DJ バトルのああいう縦フェーダーを巧みに使った感じの、スクラッチルーティンみたいな、ああいうのすごい大好物なんで、もう見てて、その辺がもうワクワクしましたね。あと、その技の引き出しの多さっていう部分でも何が出てくるんだろうみたいな。それですごいもう、両方すごい楽しめたなっていうのがありますね。片島さん、なんかあります？あ、そうだ。先に、スクラッチさん、もうそろそろ、ズームに入れそうだったら、入ってくださいって言うんで、待機のとこに来ておいてもらえると助かります。で、片島さん、なんかあります？はい。スクラッチさんの予選の動画も、僕ら多分見てると思うんですけど、やっぱピタッて止まるやつが、僕の中で結構びっくりして、このラジオ本人にすげえピタって止まるじゃんって言ってみたら、あれがすっごい難しいって言ってて、急に止まんなきゃいけないからっていうのを言ってたのと、あとなんかテアっていうんですかね、テアであんだけフェーダー切れたみたいな音するんだったらフェーダーいらないんじゃないかなってちょっと思っちゃいました。そうです、あれも相当練習が必要ですよ。こんな風にはできないですからね、うん、なかなか。僕言うと、松崎さんが動画一番早く来たんですよ。多分締め切りの2日前ぐらいに来たんかなと思うんですけど、中身チェックしてたら、最後の動画で朝になってたのがものすごい面白かったんですよね。そうでしたね。なんか朝でしたね、もう、最後。そうそう。頑張ったんだろうなって思って。日曜日の朝とかに撮ったんかなって思うよね。そうそう、多分夜やってて朝になったんだなって思って、うん、めっちゃツボでした。僕のその昔話というか、まあ、ニュートリックの時もやっぱり1ヶ月の期間で大体作るんですよ。まあ作ったんですけど、で最終的な仕上げを1週間でやるんですけど、もうやっぱ緊張というか、なんて言うんですかね、なんか変な感じになってるんですよね。なんか高ぶってるというか、例
大会までの締め切りと今この状態じゃまだ勝てないなっていうのとか、うん、なんかいろんな不安だったりとか、うん、なんか入り混じりながら練習してるっていうところで、うん、もうやっぱほぼ僕の中でも反復練習に近かったんですよね。やっぱ皆さん今回出たあの出場者の皆さんとかも同じような感じで多分やられてると思うので、まあ本当にお疲れ様でしたと。ね、リスペクトですよ。これってリアルだと大会当日にやらないといけないんで失敗しないかの心配あるじゃないですか、はい、で多分参加者めちゃくちゃ緊張するのもめちゃくちゃ分かるんですけど、オンラインはオンラインで失敗がなくちゃんと見れるっていうのもあるので、うん、まあどっちもいいかなと思ったんですけどね。あとは音質がね、やっぱりあのリアルだと平等なんですよ音質って、うん、そこの差が出てくるかなちょっと思ったんですけど、皆さんどうですか。うん、まあ、最後の決勝戦ではまあ松崎さんの、ところがライン取りしてないところがちょっともったいなかったなっていうのは正直ありましたね。やっぱこれからのバトル、ライン取り必須になるんじゃないですかね。そうですね。DMC とかライン取りって書いてましたよね。うん。はい。やっぱ、聞きにくかったりとか、音がちっちゃかったりとかすると、やっぱがっかりしますからね。うん。ライン取りは絶対必須やと思います。なんか、そのライン取りをするための、iPhone でライン取りをするためのキットとか、島村楽器でセット販売とかすればどうですか？そうですね。うん。いや、それやるべきやと思いますよ。そうですね。大会に向けて、ニュートリックに向けて。そうそうそう。これだぜみたいな。うん。こうすると高音質で撮れますよとか、はい、そういうのをぜひやってほしいですね。そうですね。今度ブログで書いたらいいじゃないですか。そう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 。この YouTube で紹介しましょうか。うん。それがいいと思う。間違いないですね。うん。登録していただければ。でも昔に比べるとやっぱ随分ライン取り増えたよね。みんなほぼスピーカーの前やったから、まあ、欲を言えばやっぱ顔とかも出してほしいよね。見たい、どういう感じの人がやってんのかっていうのを見たいよね。でもそれ確かにありますね。うん。まあそれ別にインビーほど出てこんでもええねんけど。でもなんかそのオンラインバトルの戦い方っていうところで言えば、ああいうインビーさんみたいなのはすごい教科書的な感じになる、マニュアルになるんじゃないのかなと思います。ちょっと極端すぎるけどな。でももうあのそのカメラアングルで言えば僕バックスさんとか最高だったと思います。うん、ちゃんと考えられてる。ちゃんと斜めでしっかり綺麗に全部見えるような形、綺麗に収めてました。バックス残念、本当に。そうですね、見たかったですね。ちょっと見たかったですね。ほんであとさ、3回まで反対のターンテーブル、こする側じゃなくて、はい、ビート側のターンテーブル3回まで触れるよって言ってるにもかかわらず、ほとんどのプレイヤーが触ってなかったもんね。そこでなんか一つ面白いことができたらね、すごいポイントにつながるんちゃうかなと思ったけどね。こうふわっと僕の中でもしてたんですけど、触って離すまでが1回なのか、もう一個のターン手に行って逆に戻ってくるときに1回なのかっていうのを僕の中で決めてなかったんで。爪が甘いんですよ。はい、なんで単語を吹くってことでいいかなと思ってます。まあだから最初に言ってくれたんですね。ちょっとここ結構みんなついてる人もいればついてない人もいたんですけど、はいはい、まあ、厳しく言いすぎちゃうと、まああのそうそうダメですみたいになっちゃうんです。そう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 。なんで、まあ、三号服と言って考えたら大丈夫かなという感じですね。うんうん、ってことで、スクヤッチさん入ってこないんで、締めましょうか、この辺で。はい。彼見てないんですかね。見てないんじゃないですか。今、仕事中かなんかじゃないですか。かもしれない。あ、松崎くんは？松崎くん。っていうか、インビーくんおるんやから、インビーくん出したらいいんじゃないの。間違いないですね。みんな見たいでしょ、だって、うん、ちょっと出しましょう、うん、入れる2位3位の松崎さんか秋代さん入れたら、あとインビさんもぜひ入ってきてください、うんうん、いるやつ全員入れたらいいそうですね、はい、5年前の動画ってそういえば DVD になってましたっけ。なってないんですよ。そうですよね、諸事情ありまして。あ、そうですよね。それ、はい、その動画僕欲しいですね。実際それ僕自分で見たことないですか。さっき見て僕も、はい、こんなルーティーンだっけぐらいな感じでしたもん。だって食い入るように見てたもんな。はい、もう全然覚えてないです本当。自分のルーティーンやろ思って見とっても。
めそんな見ると思って俺こんなことしたっけなみたいなこんなんなっとったでしょ。すいません今松崎さんが来られました。お松崎さんが2位だ。2位の松崎さんですね、はい、入ってくださいどうぞ。ちなみにあのスクヤッチさんは仕事中っぽくてメッセージやり取りしてるんですけど、僕は勝ってますかっていう。そんな日本語聞いたことないわ。一応教えてあげてメッセージ返ってくれ。いやもう優勝したよって。あ、教えてあげたんですか。喜ぶんじゃないですか、本当。マジっすか、って言ってます。おめでとうございます。萩尾さん、これ、ニュートリック、続きますか、はい、オンラインであれば来年も行けます。あ、なるほど。全国大会やったじゃないですか。はい、あ、松崎さんが、マイク聞きません、すいませんと。あら残念残念です。残念です。バックスさんで負けると思ってたのでめちゃ嬉しいです。だってですよね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと待ってね、仕事じゃなかったっぽいっす。テレビ電話だ。おお、チャッピー見える。チャッピーおめでとうございます。久しぶり。聞こえてる？聞こえてる。聞こえてる聞こえてる。もうちょっとボリューム上げてもらいます。聞こえてますよ。聞こえてるからなってるんじゃないかな。聞こえてます？聞こえてるよ。聞こえてます。おめでとう。ありがとうございます。すごかったよ。ちょっと今の状況を説明しますと。うん。はい。今外に出てるんですけど。暗いかなと思ってお店の明かりが入るところにいるんですよね。うん。どこそれ。中から見たら俺マジで変人なんですよ。仕事じゃなかったらどこにいんの。着が早く着いたみたいでですね、家帰ってちょっと決勝戦ぐらいかなと思ったら、意外と早く終わっちゃって本当に迷惑かけちゃってるなって今。家でスタンバっとけよ。本当よ。おめでとうチャッピー。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。おめでとう。皆さんで負けないようにっていうか、なんかこうディフェンディングチャンピオン的なノリでいたんですよ僕。うん。負けたら辛いみたいなのがなんかこう自分の中ですごい強くて負けられないなというプレッシャーはすげえ感じてました。ああそうだよね。はい、ありがとうございます。片代さんもう切っていいよ。何回止まれるんだ。またねチャッピー、ありがとう。あ、はい、また最後でお待ちしてます。ありがとうございます。最高だね。はい、ということであとインディさんが今来られたんですよ。おマジ？やりましょう。まあ入れますね。入ってください、はい、インディさん。探偵ブリスト界の天然記念物。ね、探偵ブリスト界の妖精と違う。おお。あんだけの動画撮ってなんで今ちょっとシャイな感じ出してん。今なんか接続っぽい。あ、オーディオに接続中。ありました。あ。お、どうですか？聞こえますか？聞こえます。なんて言うんだろう、おめでとうじゃないんだけど。おめでとうでもないんだけどね。めっちゃ悲しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。今話題沸騰中です。話題沸騰中ですよ。ずっと見てました。面白かったみんな。
いや、あなたが面白いです。君が面白いからみんな受けてるだけです。面白いこと頑張ってやりましたもん。うん、狙ってましたよ。狙ってたんだね。はい、ちゃんと狙ってました。でも一番この大会で名前打ったん君や。多分。いやもう、何ですかね。すごい、ね、技術とかは多分みんなに出ないんで、うん、アイデア力で勝負しました。なるほどね。いや、多分技術、僕、低いとは思ってないんですけど。うん。ピッピさん。ただその出し方が、特殊すぎて、あれよね、インディ君のやってるそのこうなんかこう目つぶってこうやってみたりとかさ、ああいうのって普通の人シャイでできひんからなかなか、うん、間違いないんですよ。うん、いやもう絶対無理っす。うん、それはすごいと思いますよ、演技力というかね。うん、ありがとうございます。でも大事ですよね。大事ですよ、大事ですよ。あの時はもう入りきっ言ってます、役に。うん、役なんか、お前俳優みたいな言い方すんな。チャンピオンブリーストのなんかコメントじゃないですか。そうや。映画出た男優さんじゃないよ、俳優さんのコメントでしょ、それ。めちゃくちゃ面白い。入りきらないとあれできないんですよ、なんかもう役入りきらないんですよ。なるほどね。いや、よかったです。素晴らしかったです。なんですか、ちょっと違えば、なんか本当すごい悪ふざけのような感じなんですけどね。うん、やっぱなんかそれをなんか見させるみたいな。うん、あのさ、家で自宅で撮ってるでしょ、それ。そうなんですよ、めっちゃ狭いです。うち4畳半ぐらいなんですよ。おお。あの自宅で撮って、例えばパジャマとかやからふざけて見えるけど、あれステージでちゃんとしたピシッとした衣装でやれば、はい、みんなそれなりにうわーってなると思うけどな。そうっすかね、ありがとうございます。いや、どうか知らんで。そうなるかどうか知らんけど、そんな気がした。ピシッとの予想でね。予想やりたいです。そっちでも騙せるんじゃないかな、みんなをと思って。あれば呼んでください。呼んでほしいね。お願いします。はい、毎回楽しみにしてますよ。いや、本当嬉しいです。それはもうありがとうございます。面白いです。インビさん、でも僕記憶にありますよ、一番最初東京でやったニュートリックの時って見に来てませんか。声かけました。そうですよね、僕覚えてますよ。あの商品を手で持って帰れって言いました。そういましたもんね。いました、話しかけさせてもらいます。はい、覚えてます。なんかその頃アロマっていう名前でやってたってさっきおっしゃってませんでしたっけ。あ、そう、関東予選としてはね、DMC の、はい、なんかの DMC の何年だっけな、2014年、そんぐらいの時ですか、14年ぐらいの時にアロマ DJ、インビで出てました。1回その時ももうすでにインビやった。あ、もうずっと DJ インビでやってて、もう22年前からずっと DJ インビでやってて、その時だけアロマ DJ にしました。インビのアロマ DJ、インビ、インビのインビっていうのは、あのいやらしいインビですか。いや、インビテーションの略のインビ。おー、なるほど。僕は勘違いしました、はい、今まで。もういやらしいものインビが。聞いてて、あ、なんかみんないろいろ言ってるって思ってたんですけど、うんうん、あのカメラアングルとかも全く意識してなくて、ただあそこしか撮れないっていうだけで、で評価していただいて嬉しかったです。よしさん、GM よしさんがすごい喜んでたよ。いやー、それめっちゃ嬉しいですよ。この子のこの、あ、カメラアングル、これは見たことないっつって。本当嬉しい、うん、嬉しい、本当みんなおめでとうございますよね。なんて言えばいいんだろう。いや、でもね、いや、おめでとうございますって言われるほどにみんな名前呼んでくれてたんで嬉しかった。うん、次も期待してます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。これ、お疲れ様です。インディさん、はい、参議院にも入ってないんですけど、なんか賞をあげましょうか。ください。送ってあげて。何も商品準備してあげて。何賞にしますよ今回。そうや、それ萩尾くんが決めな。 DJ 萩賞でいいですか。もう何でも嬉しいです DJ、はい、それで萩賞。いいです。失礼。ということで、おめでとうございます。よかったね、なんかもらえるって。おめでとう。嬉しいです。ありがとうございます。わかんないけど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ということで、最後に、ちょっと動画、最後に作ったやつだけ共有して終了しようと思います。バックス君がチャット来てるよ。お、来た。予想通りって書いてますね。
いや、見たかったんだけどな、最後。接戦の末って感じやけどね。うん。またでも来年リベンジさせてくださいってことなんで、また。ぜひお願いします。来年やるかどうかだよね、だから。頑張ります。やれよ、ちゃんと。はい。諸事情があったんですよ、2016年。じゃあ最後に動画を。ルーティン作り失敗しました。本当すいませんでした。そんなことないよ、バックスくん。ということで、2020年オンライン DJ バトルチャンピオンは、DJ スクラッチさんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。最高、はい。これを最後に用意してたんですよ。はい、ということで今回はこれにて終了いたします。はい、はい、優勝商品など最後にねあるんですけど、こちらで、ね、これとかこれとかこの辺は皆さん郵送で送りますので期待してお待ちください。今回僕ねこんなにいろいろ商品がもらえると思ってなかったんですけど、いろんな方メーカーさんから協賛いただきましたので、ここのメーカーさん今後ご贔屓にお願いします。ということで来年もぜひ開催したいと思いますので、今年度はこれにて終了いたします。ありがとうございます。 ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。